前方共乗りだね。対するは、コッヒーだった A、小平田 A。 来た。A は厳しい。さあもう一回紹介します。 1P が、共乗り、フルナーヤ。対する 2P 側、小平田 A、 ルイシオン、ハーフビションとなっております。さあ空中くらいしっかり確認、コッパンからやるつもりで空中ダッシュ。さあジャンピアの2段中段ちゃんとガードして2で刺すが、ちょっとジャンピング一発。さあちょっと食らったところにコンボ差し込んだな、小平田 A、 かっこよしろ。名前いっちゃった。はい、クリバ、血止めにしてゲージマックス。ここはエリアの肉受け身を買って、これはコンボミスしなければやっぱり終わる、終わらない。勝利ワンチャンス。ジャンペン重ねてディレイから IH しっかり回復、まだワンチャンス残ってる。バレに当たって、さあこの中段体力が逆転、裏回って、これは知らないか。さあ空港5番からワンチャンスを使うの、友乗りなのよ一方選手。お互いさダウンの2ファイト。さあ一本接種したのは友乗り、フルナイア中段しっかりガード、2秒バレたのにコパン差し返す。さあターン切り替えの早い、大事に見ておりてジャッシュかな、これはちょっと重いか。3150、まあいいダメージ。さあ5割切ったところ、ちょっとこれは重いか、危ない、近いガード。さあ反応もしっかりしているこの7や、悪いね待て6秒取るよ、ちょっと危ない、行くぞ、しっかりくらい確認して、勝利に行けない、だがダウン打ち、バックステイ勝利育ってまとめ、ブッション側がワンチャンス、これはちょっと立ちくらい。さあゲージもしっかり稼いで、あと少しか、勝利を使って、さあこれはワンチャンスゲーム、はい、一本取り返す、おやっしー、あやや、小平田へ HH。 さあ、チキンガードからコンボを決めていくのは小平田へ、処理回して、さあ、クラビちょっと急降下が出ないか。さあ、部署のタッチパーバリからまたも画面端、そして両者ゲージマックス、勝利相手して読んでいた、アクリル重ねて勝利を使って、これは、はい、あ中堅先鋒戦、 1P 側が、キリトフラキャー、 2P 側が小平田へハーフミション。さあキリトのジャンプシーが当たって、つけ投げ終わるが、ターンも終わる、設置して打ち取り、さあ 6B6B、 さあ入り込んでたところにアキラが差し返す、タッチゲナは見えている、ちょっと逃げられんぞ、2ビタイク、うますぎる、小平田 A 暴れ潰して、はい、ちょっとつながらず、最後しっかりごまかして、ビジョンゲージマックス。さあ、ロッピー刺して、さあ体力リードしてるのは、おやしろ A、誰か、あ、おやしろ A だね、何言ってんだ俺、さあ、ちょっと投げ、さあ、キリトが投げる投げる、あっという間に、さあ、投げ2回決めて、取り返したのは、キリトのフラキャー。ダウンド2、ファイト。ちょっと危ないか、大丈夫、助かる、ジャイガンタ確認したけどもちょっと技出ず、ひどろしちょっと繋がらない、ジャンプ、はい、低ダメージが9投げ、シールドも読めている、しっかりしっかりしっかりコンボちゃんと決めて、コパンスカシ投げ、これはプレッシャーかかる。さあゲージマックス、バックステボーズ、
ここはエリアルで殺しきれないが、はい、6B ため透かしゲダン、これに当たってしまう。小平田 A1 本取り返して HH、 これ分からなくなってきた。はい、投げはジャンプ回避、そしてそのまま着地ゲダン、画面端ってまたの画面端、引っかけるよ、離して自分のペースを作りたい。さあここで切り取るターン、設置して着地ゲダン。さあここでクエスチョンがジャンプやカウンター。さあ大津崎、そして投げ、ゲッチリ西に広い、投げ投げ、これはしゃがんでしまう。だが、さっき少しワンチャンスなかった。さあ、小平田へ2立て。さあ、さよなら3次元チーム、残る大将はこれは平田チーム、有利。平田チーム、さあ、コンボ決めてるのはこっちから、色がある方は、藤波吸血鬼の。そして親代、オートサックスから切り返して左ベーション、ちょっと画面中に投げしまう。これはちょっと痛いミス。さあかぶさっていく、ちょっとごまかして、この決め点とは左ベーション、殺しきれない、いきます。え、使ってる、割る、しっかり赤ダメも回復して、まだ分からない、このキャラ体力1ドットでも分からない。あー中盤分かってた、いっぱいから、あ画面端から、またもや画面端、なんだこのゲーム。8番ガードして、1番ガード、藤波が暴れて日本選手、さあ大将藤波意地を見せる一本。さあ6人牽制、大丈夫。さあ親代ジャンペカウンター確認して、しっかり着地からカウンター、つながらず、はい、空中くらいもしっかり確認。ゲージ持ってきて親代が攻める、投げて低い投げに行けないか、しっかり引きずり下ろして、さあ藤波ゲージマックス、これたりマーク、どうする、暴れ中止、3回目親代攻めて、マックス、さあキャセッチから投げた、お願いしよう。さよなら3次元チーム、後がない。ダウンの3ファイト、あジャンプシーカウンターする、あ藤波がコンボ決めたところ、だがロートサキスパー、何回やるつもりだこいつ。さあ5番からしっかり確認、これはダメージも結構高くなってくる。受け身は J2B に勝って、さあゲージ少しでも取った後一緒でこっちは裏回って、受け身バンカーで切り返す、どうする、受け身もう投げしかなかった、だって下がらずまた投げる、バキャスイッチ、これプレッシャーがあるぞ、いい横 DX よかったね、親代が割って勝利。さあ勝利したのは平田がセガスクチーム。